14番。日本共産党の山田康信です。まず旧勝山製菓高校の土地問題について質問します。市民からはなぜ携帯会社は福井県が勝山南高校を廃校する際にあくまでも土地の返還を求めないで土地の所有者でない勝山市に損害賠償金を求めるのかという疑問の声が寄せられています。今からでも福井県から勝山市に土地を返してもらい、この土地を携帯会社に返し、その上で福井県と携帯会社が土地の売買、もしくは賃貸借契約を結べば問題はすべて解決し、勝山市損害賠償請求などしなくても済むはずです。そこでまず確認したいことは、携帯会社は勝山市と協力して、福井県に土地の返還を求める意思はないのかということです。市長はこれまで携帯会社との話し合いでこのことを確認されたのかどうか説明を求めます。次に携帯会社との調停についていくつか質問します。まず調停で携帯会社は勝山市にどのような請求をしているのかということです。これまで議会には調停前の話し合いで、土地の評価額の2分の1の約1億3000万円が請求されたと説明されてきましたが、調停ではこの請求金額に変わりはないのか、さらになぜ土地の評価額の2分の1なのか、算定根拠はどのように主張されているのか説明を求めます。二つ目は、勝山市が損害賠償すべき法的根拠についてです。これまで私たちは、勝山市の法的責任については疑問があると、弁護士の助言も得て具体的に指摘してきました。ところが市長は、裁判官でもないのに、勝山市に賠償責任があると断定をされて、あれこれ説明をしてきました。私たちは、この市長の姿勢も問題だと考えますが、同時に、肝心の携帯会社がどんな主張をされているのか説明されていません。そこで、携帯会社は、勝山市が損害賠償すべき法的根拠について、調停でどのように主張されているのか説明を求めます。三つ目は、調停における費用負担の問題です。普通、裁判の場合には、請求者が原告となり、原告が請求内容や請求の根拠を立証する責任があります。ところが、今回の調停では、請求されている側の勝山氏が調停を申し立てたために、こうした立証に関する費用を勝山氏が負担することにならないか、危惧をしています。私たちはこうした費用は、調停が不調になった場合も含めて、勝山市が負担すべきものではないと考えますが、今回の調停ではこうした費用負担はどうなるのか説明を求めます。次に、鳥獣害対策について質問します。数年前までは、イノシシ被害は7月頃に始まり、稲穂が実り始める7月下旬に被害が大きくなっていました。ところが最近では、田植え前の4月頃から被害が始まり、春に作付けするジャガイモなどにも被害が広がっています。さらに、ネット柵が食い破られたり、使用書通りに設置してもネットをくぐって侵入するなど、ネット柵を設置するときには予想していなかった深刻な事態も広がっています。そこで、まずネット柵の問題点と対策について見解を伺います。ネット柵の納入業者も行政もネットは強靭な繊維で作られており、網の規格もイノシシの噛みつきを考慮して決めているので、
イノシシによる食い破りが起きないとの説明でした。ところが実際には食い破り被害が広がっており、農家はネットに釘当てをして対応していますが、これでは被害を未然に防止することはできませんし、今後も設置予定、計画されているわけですから、ネットの食い破り被害を防止する抜本的な対策が必要になっていると考えます。もう一つは、ネット柵の使用書では、ネットを地面に 1.5 メーター程度を垂らして、ネットをピンで地面に固定すれば、イノシシがくぐって侵入することはないとされていました。ところが実際には、イノシシがネットをまくり上げ、使用書のピン固定では侵入を防げず、農家は丸太をネットの上に置いたり、単管で固定したりして、被害の防止に悪戦苦闘しています。この労力と費用は莫大であり、すべてのネットをこのような対策で対応することは不可能です。私はこのネットの食い破りとくぐり侵入の被害は、ネット柵の発注仕様に問題があったのではないかと考えます。そこで、ネット柵の被害の実情と、ネット柵の問題点と課題について、どのように認識をされているのか見解を伺います。ネット柵は固定柵と比べまして、雪や風による倒壊の被害が少なく、設置費用も割安であることなどから、このネットの食い破りや国侵入などの問題を克服すれば、有効な対策の一つだと考えています。食い破り対策としては、金属繊維を編み込んだネットを用いるとか、網の穴を小さくして食いつきを防止するなど、様々な検証をすることが必要だと考えます。また、くぐり侵入防止対策としては、支柱の根元にロープを張って、ネットのまくり上げを防止するなど、費用負担が少ない新たな仕様を検証することも必要だと考えます。しかし現状は、被害対策が農家任せによっており、これでは抜本的な対策はできません。そこで、ネット柵の問題点は、製造業者と行政と農家が共同して対策を講じる必要があると考えますが、市長は今後どのような対策を講じる考えなのか、見解を伺います。もう一つは、すでに設置をしてあるネット柵の改善については、資材費などの費用は、納入業者と行政が負担する必要があると考えます。農家は、行政や業者の説明を信用して、莫大な費用と労力を費やして、ネット柵を設置したのですから、少なくとも改善のための資材費まで農家に求めるのは問題だと考えます。そこで、すでに設置したネット柵の改善に必要な資材費の負担について、見解を伺います。次に、イノシシ捕獲檻の問題点と対策について見解を伺います。私たちのところに、市民の方から、今年は春からイノシシ被害が発生しているので、急いでイノシシの捕獲檻を設置してほしいとの要請が寄せられました。ところが、勝山市が捕獲檻の設置許可を出したのは6月下旬となり、市民からは、勝山市は何をしているのかと苦情さえ寄せられたのです。そこで、この捕獲檻の設置が遅れた原因と勝山市の対応、そして今後の対策について説明を求めます。イノシシ以外は、電気柵やネット柵で防止するには限界があり、捕獲して個体数を減らすことがどうしても必要になっています。関係者からは、餌が少ない春先から檻を設置すれば、餌に釣られて捕獲できると指摘されています。そこで、来年からは、飼料期間が終了した春先の時期から、捕獲檻を設置すべきと考えますが、見解を伺います。檻の設置場所についても、集落から200メートルも離れていないとダメだというが、それでは被害が食い止められないという声も寄せられています。理事者の説明では、檻で捕獲したイノシシは、猟銃で仕留めており、猟銃使用の規制で、民家から200メートル以上離して檻を設置しているとのことです。そこで、
猟銃での仕留めによって制限されるなら、他市では猟銃以外の方法で仕留めている事例はないのか、もしあるなら勝山市でも実施する対策は取れないのか、見解を伺います。もう一つ、猟友会の関係者からは、檻が小さくて子どものイノシシが取れない、大きな檻を設置できないかとの提案が寄せられています。そこで大きな捕獲檻を設置して、例えば赤外線感知のビデオで効果を検証する考えはないか、見解を伺います。次に、捕獲従事者の確保と育成について質問します。イノシシ被害は市内全域に広がっており、捕獲を増やすには捕獲に携わる人方々を増やす必要があります。ところが、猟友会の会員で猟銃の免許を持っている方数人から、去年までは許可証が発行されていたのに、勝山市から何の説明もなく今年は発行されないとか、去年までは市内全域を範囲として許可されていたのに、これも何の説明もなく一部の人だけが範囲を制限して発行しているという苦情が寄せられました。これではせっかく資格を持っている方の協力すら得られません。許可証の発行は市長が行うものですから、このような行政処分をする場合には事実関係をきちんと調査し、本人からも事情を聞き、法令等の根拠を持って判断すべきと考えますが、こうした手続きをしっかり踏まえて対応されたのか説明を求めます。また何を目的に活動範囲を制限されたのか説明を求めます。捕獲従事者は行政の努力なくして増えることは期待できません。そこで勝山市は、議会の指摘もあって資格取得費助成などの制度も作り、捕獲檻の免許の取得者が増えてきたことは評価しています。しかし残念ながら銃の免許取得者はまだまだ少ないのが実情です。しかもせっかく市の職員が銃の免許を取っているのに出動できていないようです。そこでなぜ資格を持つ市の職員が出動できないのか、その理由と対策について見解を伺います。もう一つ、熟練者を養成するには経験を積んでいただくしかないのに、現状では熟練者でないと危険などと言って熟練者の出動が多くなっており、こんなことをしていて熟練者が高齢化で出動できなくなったらどうするんでしょうか。熟練者の方がいる今こそ新たな人材に経験を積んでもらい、熟達するように育成することこそ行政の役割ではないでしょうか。さらに許可もこれまでは市内全域を出動範囲にしていたのに、一部の人にわざわざ特定の地域に限定する条件までつけて、これでは経験を積んで熟達者を育成することの障害にすらなると考えます。こうした現状を改善するには行政が新たな熟練者を育成するという意図を猟友会にもしっかり伝え、行政が熟練者と経験の浅い方がグループで出動することを要請するなど、意識的で計画的な取り組みが不可欠だと考えますが、これまでの取り組みの問題点と改善策について見解を伺います。次に、野外恐竜博物館と恐竜ネック計画について質問します。今議会初日の全員協議会で、福井県が野外恐竜博物館へのシャトルバスの発着場を県立恐竜博物館周辺で考えるとの説明がありました。恐竜の森の今の駐車場は今でも大型連休などでは不足をし、勝山市の負担で臨時駐車場を確保し、シャトルバスの運行費用も半分を勝山市が負担するという事態になっています。その上に野外恐竜博物館への参加者の車が長時間駐車することになれば、さらに駐車場が不足して勝山市の負担がさらに増えることになることが危惧されます。福井県の事業のために必要になる駐車場は、福井県が
責任を持つのが当然だと考えます。これまで理事者は野外恐竜博物館のための駐車場は福井県に設置を求めると説明をされてきました。この立場を堅持して新たな駐車場を例えば名古屋山二期事業の予定地に作りたいなら勝山市は用地取得の交渉には協力するけれども用地費や工事費は全額福井県が責任を持つように要求すべきではないかと考えます。そこで福井県はこの野外恐竜博物館のための駐車場をどこに設置する計画なのか、もし福井県の計画が未定なら勝山市として福井県にどのような要請をする考えなのか見解を伺います。もう一つは恐竜の駅計画の問題です。恐竜の駅計画はこれまで議会で採算性が取れない危険性が高く建設を前提にした計画策定は認められないとの意見があり、市長も建設ありきで計画は進めないと約束してきました。まあ、そのためにまずは省内で検討するということになっていたと理解しています。そこでこの庁内検討の経過と検討結果について説明を求めます。もう一つ、これまで市長は恐竜の駅にこの野外恐竜博物館へのシャトルバスの発着場と大規模な駐車場を作ると説明されてきましたが、福井県の計画が示されたことでこの恐竜の駅計画の前提が崩れることになりました。そこで庁内検討会ではこの福井県の計画に伴う恐竜の駅計画の見直しについてどのような検討がされたのか説明を求めます。もう一つ、今議会初日の全協議会で理事者は恐竜の駅調査研究会をこの9月からスタートし12月をめどに方向性を取りまとめたいとの考えを示されました。本来なら庁内検討会の報告をもとに議会でも議論をして課題を整理し、その課題にふさわしいアドバイスをされる人を人選して調査研究すべきではないでしょうか。しかし今庁内検討の結果報告書も示されない段階で調査研究会で何を検討するのか理解できません。しかも全員協議会でこの委員名が報告されましたが、議員からは何を基準に委員を選んだのかと意見も出されました。しかし納得できる説明はありませんでした。そこでこの調査研究会が検討する課題は何なのか、委員は何を基準に選んだのか説明を求めます。またこの調査研究会では公共スペース以外の運営経費は参入する事業者が負担とするという枠組みを明確にして議論するとしていますが、運営に責任を持たない委員の方々がこの検討結果に責任を持てるのかどうかも疑問です。私は今必要なことは市内の事業者や市民の方々の持っている施設の能力をどうしたら発揮できるかという検討であって、恐竜の駅という新たな施設建設に限った狭い視野の検討では越前大仏の門前町や旧地場産センターの物販飲食などの失敗を繰り返しだけではないかと心配です。そこで調査研究会の結果を誰が最終的に検証するのか、さらにこの調査研究では建設の是非まで方向性を示すのか、市長の見解を伺います。次に、国や地方とのねじれを強行突破しようとする安倍内閣の暴走について地方自治体の立場から市長の見解を伺います。ねじれの一つは TPP の問題です。北海道では TPP が締結されると農業だけでなく北海道経済に致命的な影響を及ぼし、さらに医療分野も含めて道民の生活が守れないとして自治体、議会から経済団体や医師会などまさにオール北海道といわれる共同で TPP 阻止の運動が展開されています。福井県も
同じ影響を受けることは確実で、TPP は国民生活を犠牲にして、多国籍大企業と一握りの第一三国の利益を優先するものであると言わざるを得ません。そもそもこの多国籍大企業は、今や約3分の1も外国資本で占められており、日本の経済界は外国資本の意向で動き、日本の利益など考慮していないと厳しい批判の声も上がっています。勝山市議会も何度も TPP 反対の意見書を政府や関係機関に送付しています。これまで私は、勝山市内への建設業者や物品納入業者などにも大きな影響が予想されると指摘をし、勝山市として全庁体制で影響を調査することを提案し、理事者も取り組みたいとの答弁をされてきました。そこで、これまでの庁内での調査の状況と今後の取り組みについて説明を求めます。さらに、この TPP を阻止するには、北海道のような地域を挙げた運動が必要だと考えますが、市長はどのような対応される考えがあるのか、見解を伺います。ねじれの二つ目の問題は、集団的自衛権など、日米同盟のあり方の問題です。沖縄県では、米軍基地撤去やオスプレイ配備反対などで、これもオール沖縄と言われる共同で運動が展開されています。最大の問題は、日本の主権など全くお構いなしのアメリカ政府と、ものが言えない日本政府の姿勢にあると考えます。こんな状況の中で、日米同盟での集団的自衛権を認めたら、アメリカの軍事作戦に日本国民を引きずり込むことになることは容易に想像できます。過去のアメリカによる軍事行動は、日本防衛とは全く無関係であることは明らかです。これまでは、日本の戦闘行為は、日本国憲法によって政府を縛ってきましたが、安倍内閣は憲法解釈を変更し、さらに憲法改正で突破しようとしています。そこで、集団的自衛権は、日本防衛とは無関係の危険な戦争への道だと考えますが、市長の見解を伺います。ねじれの三つ目の問題は原発問題です。福島県では、脱原発を求めて、これもオール福島の共同で取り組みが行われています。今月15日には、大飯原発4号機が停止し、これで全国では稼働原発は一つもなくなります。そもそも福島第一原発の深刻な事態を招いた原因は、事故防止が不十分だけでなっただけなく、重大事故が発生した場合の対策が極めて不十分だったことによります。この事故を機に、重大事故後の発生した場合の避難計画の再構築は検討され始めましたが、肝心の原発施設についての重大事故時の対策は全く手つかずの状況です。福島第一原発では、高濃度の放射能に汚染された水が貯留タンクから漏れ出し、地下水の汚染については、有効の対策すら目処が立っていません。このような重大事故時の対策すらできていないのに、原発を再稼働するなどという政府の責任は無責任と言わざるを得ません。市長は、重大事故時の対策が全く確立をしていない状況で、原発を再稼働することをどのように考えておられるのか、さらに市民の安全を守る立場から、どのような取り組みをされる考えがあるのか、見解を伺います。原発の寿命は原則40年しかなく、既存の原発は、これから動かしても長くてあと20年程度しか利用できないはずです。この原発を再稼働しても、目先の対策にしかならず、しかも稼働に伴うリスクは、この目先の利益では全く補填できないことは明らかです。事故が起きたら、国民の負担。当面の利益は、原発事業者や原発メーカーや建設業者などが受け取る。こんな他人を犠牲にして自分たちの利益だけを主張する人たちに日本の将来を語る資格があるのでしょうか。
原発の再稼働は一握りの利権者の目先の利益でしかなく、原発からの脱却こそ合理的な判断だと考えますが、市長の見解を伺います。こうしたさまざまな国と地方のねじれの問題は衆参議会での議席の問題ではありません。 TPP 反対ではオール北海道、脱原発ではオール福島、米軍基地の県外移設ではオール沖縄など、国と地方のねじれを打開しようと地方では党派を超えた共闘が広がっています。名護市の稲宮市長は、この地方の共闘は国の強行突破を食い止めていると話されています。山岸市長はこれまで政府にも言うべきことは言うとの姿勢を表明されてきました。さらに福井社会保険病院の存続問題では、自民党と公明党が廃止売却するという法案を国会で通した後も、市民ぐるみで署名運動などを展開し、全国の関係自治体との連携した行動も行われ、ようやく公的存続を実現しました。こうした実績も踏まえて、国と地方のこのねじれ打開のために、地方での党派を超えた共同を作っていく、そのためにイニシアチブを発揮されることを期待しますが、市長の見解を伺いまして、1回目の質問といたします。松村副市長。野外博物館と恐竜の駅についてお答えいたします。まず野外博物館へのシャトルバスの発着場と駐車場についてのご質問にお答えいたします。現在のところ福井県は野外博物館行きのシャトルバスの発着場所を、公園内にしたいという意向を持っておりますが、具体的な発着場所はこれからの 市との協議をということになっております。今後シャトルバスの運行などの詳細な計画が明らかになってまいりますが、シャトルバス発着によりまして駐車場整備などがさらに必要ということがなどが考えられております。今後福井県と実効のある混雑緩和策の実施について協議していくとともに、発着場所など新たに整備が必要なものが出てきた場合には何らかの財政的支援を要請してまいりたいと考えております。次に恐竜の駅計画の庁内検討の内容についてですが、昨日の門議員からのご質問にお答えいたしましたとおり、庁内会議を開催する中で関係部下から出された課題を整理し、議論のベースとなる運営主体、勝山の特色を生かした必要とされる機能、勝山市の特産物、市内の物販および飲食施設の現状などについて取りまとめてまいりました。次に恐竜の駅計画の見直しについてのご指摘がありましたが、福井県の野外恐竜博物館のシャトルバス発着場所については当初より福井県立恐竜博物館周辺についても大きな選択肢の一つとして想定していましたので、考え方としては大きな変更点というものはございません。次に調査研究会についてですが、恐竜の駅調査研究会は庁内検討会議で課題を整理した情報をもとに具体的な恐竜の駅のイメージ作りを目的に設置するものであります。委員選考について、お話がありましたが、この、前回も説明いたしてますとおり、勝山市の産業やまちづくりを担っている団体や組織、そして、外部の専門家を当てて構成をしていきたいと考えます。特に、当市の集客拠点であります勝山恐竜の森、スキージャム勝山について施設を管理運営、経営している2つの法人につきましては、年間を通じての恐竜の駅のにぎわい創出や恐竜の駅と
それぞれの施設、観光拠点との連携策を導くために選出をさせていただいております。恐竜の駅の具体的なイメージについては、これから市議会の皆様とキャッチボールを踏まえながら、恐竜の駅調査研究会の中で検討をしてまいりたいと考えております。まあ、誰が検証するのかというお尋ねもありましたが、キャッチボールを踏まえながら、ということからすれば、市議会の中で、十分検証していくということが言えるのではないかと思います。また、建設の是非については、12月議会をめどにまとめる報告書、これを叩き台といたしまして、市議会の中で今後の基本的な計画策定に向けた議論を深める中で、判断をしてまいりたいと考えております。次に、国民や地方とのねじれを強行突破しようとする安倍内閣の暴走について、ご質問にお答えいたします。まずは TPP についてお答えします。新聞報道によれば、TPP は各国が10月の大筋合意を目指すこととしており、12カ国全体で条文案を議論するほか、各国の間で個別協議を進めておられます。TPP は関税の完全撤廃が前提とのことであり、その影響は勝山市の農業をはじめ、医療などにも及ぶことは十分考えられます。そうしたことから、庁内関係部局に対して、TPP に関する情報を共有することなどを通じて、TPP に関する影響を検討してまいりました。今後もこうした取り組みを進めてまいります。また、衆議院および参議院の農林水産委員会におきまして、TPP 交渉に関して、農林水産物の重要品目について、引き続き再生可能となるよう除外、または再協議の対象とすることや、交渉の期数以下では、国内農林水産業、関連産業、および地域経済に及ぼす影響が甚大であることを十分に踏まえて、政府を挙げて対応することなどが決議されております。これらが守られるよう、機会を通じて訴えていきたいと考えております。また、TPP などの経済のグローバル化によって悪影響を受ける分野に対しましては、全国一律で政策を行うのではなく、地域の特徴に合ったきめ細やかな対策の必要性を訴えていくことが重要であると考えます。次にご質問のあった集団的自衛権は日本防衛とは無関係の危険な戦争への道であることについてお答えをします。集団的自衛権について、政府は自分の国が直接攻撃されていなくても密接な関係がある国が攻撃されている場合に実力で阻止する権利として説明をいたしております。また安倍内閣は民主党議員の質問収集に対しまして8月13日に持ち回り閣議で憲法との関係の整理について検討が行われており懇談会の議論を踏まえて対応を改めて検討をしていくとの答弁書を決定し安倍首相が目指す憲法解釈変更による、行使容認の含みを持たせております、まあ、このことは歴代の政権がこれまで憲法解釈により集団的自衛権は行使できないと表明していた内容を修正するものでありまして平和憲法を定めた憲法9条や憲法改正の手段を定めた憲法96条の議論と関連するなど国民にとって大変重要な課題であります。平和を目指す日本がこれまでの方針の転換を図れるのかまた国民の理解が得られるのかどうか今後は政府の十分な説明と国民の議論が必要であると考えます。次にお尋ねの原発依存は目先の利益のために国民の命と安全を危険にさらすものについてお答えをいたします。東京電力福島第一水発電所の津波による原発事故は前政権が昨年12月に収束宣言を行ったことで福島の再生とこれまで避難を余儀なくされている住民の皆様が安心してふるさとにお戻りいただき以前の生活を再建できる環境を一日も早く作り上げていくための
ステップとして安堵いたしておりましたが、しかしながら収束宣言の半年足らずでこのような汚染水流出事故が発覚したことは非常に残念であり、日本国内のみならず世界が憂慮する事態になっております。安倍首相は9月7日のオリンピックのプレゼンテーションの質問の中で、日本のエネルギー政策についてエネルギー全体に占める原子力比率を引き下げていくため、今後3年間の間に再生エネルギーの普及と省エネルギーの推進を最大限加速させていくと述べております。当初においてもこれまで原子力発電に関する一般質問の答弁の中でお答えをしてきたとおり、現在の原子力発電については原子力規制委員会が安全基準や再稼働審査並びに事故対策の見直しを最優先に行うとともに、原子力発電による依存度を下げていく必要があると考えております。またそのためには国民が総力を挙げて省エネに取り組むとともに、早急に再生エネルギーを活用した技術開発を進めるための法整備が必要であると考えております。次にお尋ねの国と地方のねじれ打開のため地方での党派を超えた共同が広がっているということについて、お尋ねあるいはご質問、ご提案がございましたけれども、この提案については党首のみならず関連する地域が一体となった取り組みが必要であるとの、まあ、機運の高まりが前提ということで考えておりますので、そのような課題に直面した場合に効果的な方法は何かという観点で取り組みを検討してまいりたい、そのように考えております。大林総務部長。旧福井県立勝山聖華高等学校の土地に関するご質問についてお答えをいたします。経定は勝山市と協力して福井県に土地の返還を求める意思はないのかというご質問についてですが、先の6月定例審議会でもお答えをさせていただいたとおり、平成25年3月の福井県への公文書公開請求で、寄付者である経定株式会社への土地返還に関する書類の有無を確認をいたしましたが、存在しないとのことでありました。したがいまして、その事実関係に基づき、福井県に対し土地返還を求める権利はないということを経定側も認識をした上で、今回の調停手続きに至ったということです。次に、調停の内容に関するご質問ですが、民事調停規則において、調停手続き中は、その話し合われている内容等については、公開をしないと規定をしております。従いまして、調停を進める上で、必要な事項については、その都度、審議会にご報告申し上げているところですが、調停の内容にかかることについては、この場では差し控えさせていただきます。なお、今後の調停手続きにつきましては、双方が合意に至った場合、地方自治法の規定により、その金額及び経過等についての議会の議決を得て調停が成立する流れとなっております。前田農林部長。
鳥獣害対策についてのご質問です。はい、ネット柵の問題点と対策についてのご質問にまずお答えいたします。勝山市では、鳥獣害対策としてイノシシから農作物を守るため県の補助事業を活用し、電池柵の設置を平成14年度から取り組み、平成21年度からは国の補助事業を活用した金網柵、平成22年度からは県の補助事業を活用したネット柵の設置に取り組んでおります。ネット柵は、24年度までの3カ年で、12集落で約29キロメーターを設置しております。まずネット柵が破られるなどの被害の実情と課題についてです。市がネット柵の機能しなかった事例として把握しておりますのは、平成24年度において3集落で数箇所のネット柵の破損、アンカーで止めてあります地面を掘り返した痕跡等を確認しております。これは、まあ、市役所の方で直接確認させていただいている事案ですので、これ以外ももちろんあるかもしれません。こういった課題については、まず農家組合等に見回りとなどを実施してこまめに補修をしていただいたり、イノシシの獣道付近のネット柵についてはアンカーの打ち込みなど補強を強化していただくようお願いしているところです。次に、鳥獣害対策のネット柵の使用についてです。こうした被害の実情を踏まえて、市は集落の意見をお聞きして、発注の使用の見直しや、今後の製品開発に反映できないか、業者に対して、申し入れなどを行うことを検討してまいります。また、県や他の市長と、情報交換をして、どのようなネット柵の使用が、効果的かということについて、検討してまいりたいと思います。次にネット柵など、整備した後の回収にかかる費用に必要な費用の負担について、です。先にも述べましたが、ネット柵の設置につきましては県の補助事業を活用して実施しているところです。しかし、既存のネット柵にステンレスの編み込みネットや溶接金網などで補強するということ自体は補助の対象からは外れているとお聞きしております。しかし、鳥獣害対策のネット柵の補強にあたっては集落が多大な労力をかけて対策されていることを踏まえて、市としてもどのような改善が講じることができるのか、またその時の費用負担についてどのような支援ができるかというようなことを含めて検討を今後してまいりたいと考えております。次に、鳥獣害対策についてのイノシシの捕獲檻の問題点と対策についてお答えいたします。今年度はイノシシの捕獲檻の設置が遅れ、6月末となりご迷惑をおかけいたしました。イノシシの銃による止め差しを安全に行うために必要とされる要件の見直しを行ったことなどによってこういった時期になりました。今後はこのようなことが起きないように努めてまいりたいと考えております。また、要望に応じてイノシシの捕獲檻を春先から早めに設置できないかということについてですが、地区との協議を速やかに実施して、速やかに設置できるように、努めてまいりたいと思います。次に捕獲檻の設置場所
の確保についてです。捕獲後の止め刺しは獣医によることを基本と考えておりますので、銃の発砲の条件をクリアする必要があります。銃による止め刺し以外の手法については、銃の発砲できる要件が満たされる場所まで、イノシシを、移送用の檻に入れてですね、移動させて、そこで、銃で止め刺しを、行うというやり方、それ以外に、電気で、やるやり方だとか、ナイフによる止め刺しによるやり方があります。まあ、これは実際こういうふうなやり方をやっている、主張があるということも聞いております。しかし、こうしたことをやろうとすると、かなりやはり大きなイノシシをこういうことをやるということは、かなり熟練の技量を要するだとかですね、大変な危険を伴うものでありますので、危険を伴うものです。こうしたことから、他の市長で、獣以外の止め刺しの手法を、具体にどういうふうにやっているのかというようなことをもう少し改めてちゃんと、勉強させていただいて、どういうふうにやったら、安心して、安全でですね、止め刺しができるかということを、勉強して、今後に反映していきたいと考えております。また、捕獲檻を大きくすることについてですけれども、他の集落では、同様の檻の大きさで、大人のイノシシを捕獲している実績が、ございます。まずは、檻の仕掛け方などについて、まず集落の方とよく相談をさせていただきたいと思います。また、合わせて、県やメーカーの相談だとか、議員ご提案いただきました、赤外線カメラによって、イノシシがどういうふうな動きをしているのかだとか、その時に、檻が本当に小さくてですね、引っかから、檻の中に入らないのかとか、そういった檻の作動状況を改めて、確認させていただいて、その上で本当に、檻の大きさが大きいものでないと十分な機能を発揮しないというのであれば、そういった大きな檻の設置についても検討していきたいと考えております。次に捕獲従事者の確保と育成についてお答えいたします。有害捕獲従事者証の交付は猟友会の意見を聞いて、市が交付するものです。これまで、猟友会の提案に基づいて、交付をしてまいりました。今後の従事者証の交付にあたっては、猟友会の提案の仕方や、市としての交付の考え方を整理して、適切な有害鳥獣対策が行うことができる体制となるように、改善をしたいと考えております。また、捕獲従事者と、熟練者の育成の中で市の、獣、免許の取得と出動状況についてです。有害鳥獣対策は猟友会への委託業務として行っております。銃を用いた有害鳥獣対策を市の職員がそういう契約をしている中で任せているわけですので、直接市の職員が有害鳥獣対策に関わることは結果的には行っておりません。銃が業務として銃を使って有害鳥獣対策を行うには諸課題がありますので、これらを十分検討して銃免許所持者が増える方策と合わせてどのようにやっていけるか今後検討してまいりたいと考えております。次に熟練者の育成についてですが、これまでも銃による
止め差しなど、有害鳥獣対策のための出動時には、経験の浅い方も、熟練者の方と一緒に同行していただいて、熟練者の方に指導をしてもらうように、お願いを今までも、しているところです。今後もさらに育成を計画的に行えるよう、市としても、しっかり指導するとともに、従事者の交付の方法の改善と合わせてですね、効果的に人員が育っていけるようにですね、検討してまいりたいと思います。14番、再質問いたします。一つ目は、旧勝山高校、勝山清華高校の後問題ですけれども、調停の内容については、公開できないというのが原則だという話ですね。しかし、これが公開されないとなると何が起こるかというと、勝山市が一体どういう法的責任で支払うようになったのか。どういう算定でこの金額が決まったのかということを市民にどうやって説明するのかということが起こるんです。とにかくこれで決まった境に議会で議決してくれと、中身は一切、焦点の中身は言えませんというふうになった場合にですね、市民の方にどういうふうに説明されるお考えるのかちょっと伺います。松村副市長。最終的な調停については議会に諮って議決ということになりますので、当然、その内容については詳しく述べることができますけれども、それ以前も、必要な情報については全協などで申し上げるということで、言っておりますので、その中で事前情報でいろいろ意見交換をする中で、最終議会の中ですべて示すのではなく、経過説明はこれまで通りやっていきたい、そのように考えております。14番。それじゃあ伺いますけれども、調停というのは双方それぞれ調停員の方に意見を述べるだけでですね、裁判のように、文書でですね、それぞれの主張を文書にして提示をし合ってですね、双方の意見を戦わせるということはないというふうに理解してるんですね。じゃあこれまで調停で直接、今後も含めてだけども、経営側と直接そういう論戦なり議論、することができるのか、最終的にその法的責任について調停の結果としてですよ、明確に本当にできるのかとか、これ裁判なんかの和解でも金額が示されるだけで法的責任なんていうのは裁判の和解で裁判ですよ、明確にされないんです、判決がないと。承継では本当に金額の算定根拠とか、市の法的責任の根拠、本当に示されるんですか。それが示されなかったら、この調停には合意はしないということですか。説明を伺います。先ほどの説明では十分説明できるなと。いうような答弁でしたので、これが担保されない場合には、調停は主張になるということで理解してよろしいでしょうか。松村副市長。
調停の合意に至るに、お互いの内容について理解ということで、市の場合は当然議会にお諮り、いろいろディスカッションしている中で判断をして、意思の確認をしながら行きたいと思っておりますけれども、法的なところが調停の場で確認できるかということなんですけれども、それ以前の問題ですね。それについてはこれまでもお答えしている通り、市がですね、代理人と話をして法定的なところを抑えて調停に臨んでいる、そのことは、その根拠については、逐次ご説明しているところでございますが、それらを踏まえて調停に臨み、そしてそれぞれ大臣を通じた意見交換の中で、最終的に合意をするかしないかということは、その内容でございますので、その点はお諮りをしたいということです。14番。調停というのは、基本的に双方の主張は論戦にならないんですよね。裁判所の準備書面を双方に出してですね、論点整理があって、最終的に裁判官がそれについて判決で裁判所との判断を示すと。これが裁判なんですよ。これが私たちが言っていた法的責任を明確にすることという意味なんですよ。ところが、そういう主張を一切しないでですよ。もう勝山氏は、あること決めたんやと。これが市の方針やと。これ前提で全てが物事を進めていって、あと金額だけ示されたら、市民にそれだけを述べると。従来の説明を一歩も増えないというようなことは、私は市民の理解は得られないというふうに考えますね。調停は直ちに取り下げて、きちんと裁判で、公の場で、議論をするということが必要だというふうに考えますので、そうすべきだというふうに考えます。もう一つは、野外恐竜博物館との関係の問題です。先ほど副市長の方から、駐車場については、何らかの財政的支援を求めていきたいという答弁だったんですね。ところが、これまでは県への要望でも、駐車場は県に設置を要請するということを表明されてきました。県に設置を要請するということと、勝山市が設置してですよ、何らかの財政支援を県に求めるということは、全く意味が違いますよ。これ、どちらなんですか。これまでの説明を今度、この答弁で変えるということでしょうか。松村副市長、理事に申し上げます。残り時間が3分を切っておりますので、簡潔にお願いいたします。基本的な考えは変わっておりません。駐車場、公園時期の駐車場は市の施設ということで、市が主体的に整備をする。それについてどう財政支援を要請していくかということで、基本的なことはこれまでも今後も変わっていないということでございます。で、先ほどお答えしましたところ、もう一度お答えしますと、シャトルバス発着による新たな駐車場整備などが必要になってくると考えますということでございました。それと、今後、福井県と実効のある混雑緩和の実施について協議していくとともに、ここからですけれども、発着場など新たに整備が必要となる場合には、何らかの財政的支援を要請してまいる、そうお答えいたしております。で、駐車場というより、発着場など新たに整備が必要となる場合にはということにお答えしておりますので、よろしくお願いします。14番、残り1分を切っております。驚きました、今のね、駐車場の件については、発着場と駐車場については、県に財政的な支援を求めるということと、県が、県の事業のために必要なものを、県が設置してくださいということと、いうことは意味が違うんですよ。県が設置することになれば、1円も勝山市は払わなくて済むんです。なんで県の財政的支援がいるんですか。それは、市が設置することが頭にあるからじゃないですか。それは、本来、県事業と市との、市事業から見ても、土台、おかしな話だということを指摘して、これから予算委員会等もありますので、その場で議論していきたいと思いますので、質問を終わります。